第22課22今私は写真を撮っているのです早速今回のスキットをお聞きくださいテキストではスキットの下段に発音のイメージをローマ字で書いてあります最初はこちらの発音のイメージを見ながら聞いてもらっても結構です「何 <macht> ?」 の。語句を確認しましょう。最初は。辞書に載っている形は。です。不完了体の動詞で、何々するという意味です。次は。フォトグラフィール。フォトグラフィール。辞書に載っている形は。 ファトグラフィーロイチファトグラフィーロイチです。不完了体の動詞で写真を撮るという意味です。三つ目、チアスタ、チアスタ。スタ頻度を表す副詞でよくしばしばという意味です。四つ目はリスウィッチ、リスウィッチ。それからリスウィット、リスウィット。 辞書に載っている形は、リサバイチ、リサバイチです。不完了体の動詞で絵を描くという意味です。五つ目、ブラッド、ブラッド、男性名詞で兄弟、つまり兄または弟を指します。六つ目は、フシグだ、フシグだ、これも頻度を表す副詞で、いつもという意味です。 続いて会話文のお役を確認しましょう。君は今何をしているのですか今私は写真を撮っているのです。ですあなたはよく絵を描くんですかいいえ、でも私の兄、または弟はいつも絵を描いています。 ではスキットをもう一度聞いてみましょう。今度は極力発音のイメージを見ないようにして聞いてみてください。キーポイント1。 オバッチ型の動詞の現在形。ロシア語の動詞には、不定形の綴りがオバッチで終わるものがあります。これらの動詞は、現在形を作る際に、オわの部分をうに変えて、第一変化の語尾を取ります。例で確認しましょう。スキットにも出てきた、絵を描くという動詞の不定形と、現在形の6つの形を発音してもらいます。リサバイト。 や、よ <noise> お分かりいただけましたか不定形はリサーバッチでしたが、現在形はすべてリスーという語感に、ゆう、えしゅ、えっ。えむ、イエチェ、ちぇ、ゆつという語尾が続いていましたね。もう一度聞いてみましょう。

一人称複数。Мы советуем совет 二人称複数。Вы советуете совет 三人称複数。アニー、サヴィエトゥト。いかがでしたか正しく変化できましたかでは、二番に移ります。キスをするという意味の動詞はロシア語で。 と言いますではこちらの現在形を順番に発音してみましょう一人称単数 целую 二人称単数でつえろよし е つえ三人称単数 Он целует トオン・ツェルウェ一人称複数メツェルウェ 二人称複数。целуете. вы целуете. 三人称複数。они целуют. ト。н и целуют. それでは三番です。試すという意味の動詞はロシア語で。пробовать. пробовать. と言います。こちらの現在形を順番に発音してみましょう。一人称単数。пробую. я пробую. Нинин шел танцу. Ты пробуешь. Ты пробуешь. Санин шел танцу. Он пробует. Он пробует. Ичинин шел вкусу. Мы пробуем. Мы пробуем. Нинин шел вкусу. Вы пробуете. Вы пробуете. Санин шел вкусу. Они пробуют. Они пробуют. キーポイント2頻度を表す福祉ロシア語の動詞の現在形は反復的な動作を表すこともあるため頻度の福祉が共に用いられることがあります主に使用される頻度の副詞は次のようなものですいつも普通大抵よくしばしばチャスタ ときどき。いなくだ。いなくだ。めったに〜何々ない。りやっか。りやっか。決して〜ない。にかくだにえ。にだにえ。にかくだにのにえですが、文の中で否定のにえとともに用いるのが普通です。また、頻度を尋ねる疑問文は、かくちゃした。 を用います会話の例も確認しましょう「君はどのくらいの頻度で朝食を食べていますか?」と尋ねられて「朝食はめったに食べません」と答える文を聞いてみますそれではここでアナトーリーさんとクセニアさんにどのくらいの頻度で朝食を食べているのか聞いてみようと思います。アナトーリーさん アナトーリーさんもめったに朝食を食べられないということですね。週に1回ぐらいしか食べないというふうにおっしゃってました。えー、では、クセニアさん、カクチャスター・ウィザフトラカイツヤ。クセニアさんは、大抵ほぼ毎日朝食をとっていらっしゃるということでしたね。ただ、時々時間がないと食べないことがあるということのようです。

散歩するという動詞はで、この動詞は第一演歌をする動詞です。やの形の現在形で答える必要がありますね。質問文はクセギニやさんが発音しますので、それに続いて皆さんが答えてください。正解はこのようになります。 続いて2番。どのくらいの頻度であなたのお父様は読書しますかという質問に対して彼はいつも読書していますと答えてみましょう。読書するという動詞はでこの動詞も第一変化をします。今度はオンの形で現在形で答える必要があります。質問文は今度はアナトーリーさんが発音しますのでそれに続いて答えてみましょう。 正解はオンオンこのようになります質問文では主語であるあなたのお父様つつが動詞の後ろに来ていましたがこの文脈ではこの語順が普通です3番どのくらいの頻度で彼の姉または妹 は遅刻しますかという質問に対して、彼女は決して遅刻しませんと答えてみましょう。遅刻するという動詞はロシア語で、と言います。この動詞も第一変化します。今度の主語はアナですから、三人称単数の現在形に変化させて答えてください。質問文はクセニアさんが発音します。それに続けてどうぞ。 正解はこのようになりますキーポイント3認証代名詞の省略ロシア語の現在形は主語によって語尾の形が変わりますので認証代名詞を省略しても主語が誰だかわかります そのため主語が文脈から明らかであれば省略されることもあります。具体例を見てみます。あなた方は何をしているのですかという質問文に対して、私たちは散歩をしていますと答えている会話を聞いてみましょう。答えの文で、私たちはに該当する無という主語が省略されていました。省略されても、グリアーいえという現在形は、 主語がむの時にしか使わない形ですので、散歩をしているのは私たちであることがわかります。次の例です。あなたはわかりますかという質問文に対して、はい、私はわかります。と答えている会話を聞いてみましょう。この会話でも質問文のあなたはに該当する主語の v が省略されていました。また答えの文でも私はにあたる主語のいや、 が省略されていましたパニマーイエツィエという形は「V」の時にしか使われない形ですし「パニマーユ」という形も「や」の時にしか使われない形ですので主語が省略されても誰のことだか分かるわけですそれでは最後にスキットを聞きながら後に続けて発音してみましょうテキストをお持ちの方で音に慣れた方は音のイメージなしで書かれたスキットの方を見て挑戦してみてください「 Сейчас я фотографирую. Вы часто рисуете? Нет, но мой брат всегда рисует.